もう4連敗できません両者。さあ積極的に琴妙山、しかし喉輪は寺尾翔、前に出る土俵際、これは体勢崩れた、軍配琴妙山、寺尾翔は尻餅をつきました。突っ張り合いの後でちょっと体流れるようになりました寺尾翔。まあ、立ち合いから攻めたのは琴妙山ですね。立ち合いの当たりはですね、はい、そこからあの攻められましたけどね、やはり当たりが良かった分最後残せたような気がしますね。結局その攻めた方がその勝つ割合